やるとするかい、やるとするかい、久しぶりにやるとするかじゃ。よーし。いや、ここではない、そこではない。ちょっとやりたいことがあって、やりたいことがあってな、ダンジョンがまだあんだけどさ、そこに俺は行きたいわけよ。てん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 、全部なんか行ききってないっていう、なんかそういうあれがあるんだけどな。てか懐かしいな。これ若干久しぶりなんだよ俺。これやるのは俺久しぶりなんだよな。てん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 。でもここだろ。まあなんだったら、まあせ、なんだっけ、フェイの最終モノとか、ちょっとやりたい気持ちもあるんだけど、若干な。うん、めっちゃできんじゃん。ほい。まずぶっ飛ばすで。いきなり死ぬ可能性あるかな。ちょっと微妙か、これは。ほい。うわ、危なかったね。ちょっと今危なかったな。いきなり死ぬ。ん？なんだ？なんか外がなんか、騒がしいな。まあ、レベル上がれば、まあ、死ぬ確率は、まあ、低くなると思うけど。罠がいっぱいあるんだよな。罠がいっぱいあるってことは、なんか俺に結構有利なんじゃないの？相当あれなんじゃん。俺に有利な感じでできてると思うんだけど。階段開けしちゃった？まあ、とりあえずレベル上げつつって感じか、とりあえずは。まあ、無難に。前はどんな感じでいたっけ？うわ、めっちゃなんか、まあ、あれじゃん。いろんなとこ行ってんじゃん？こっち行けるか。宝かなんでも。威嚇鳥、ま、食っとくか。相手、何が、相手は何があんだ一体。それもよくわかってるんだよな。お、刀だ。刀があり。じゃあこれを食うか。お、今敵がいたね。敵がいて、三木、あ、三ついんじゃん。なかなかいいあれじゃね。俺の後ろに、まあまあもういけるでしょ。刀の音、うん、この音も好きなんだけど、やっぱいつものあれが好きだな。ジュバーってな。てれてて、銅たぬきとかさ、あそこら辺の音がめっちゃ好きなんだよな。これはまあ、いらなくね。もう見切りがあれば相当強いべ。とりあえず行っちゃおうか。これどこまで行けんだろうな。まあ、行けるところまでやってみるわ。難易度的には多分そこまで難しく、難しいのかな。てか何回もなんだろう、これそもそも。てか、壺とかあんのかな。まずなんかどういうなんかものがあるのかっていうのは全く把握してないんだよね。何があるのかという、そういった事柄を。誰もいねえな。使い捨てか。まあ、使い捨てはありだね。まあ、こいつらも一抜けだろ。ウフーのやつも気になるけどな。まずこれ装備。間違えた。じゃあこれはクイーンの。まあ、こうやってもいろいろ、まあ、あれだから、ステラス以上かかってくれるってのは相当でかいんじゃない？どれがやりやすいよね。非常に。俺にとてつもなく有利なダンジョンだよ。そう考えたら。あ、これは、まずいか。うわ。あいつが遅くなってんのか。で、こうが。なんか、操作、なんかあれだな。やりにくいな、ちょっとなんか。反応が悪いというか。てんてんてん。あそこか。ミスったかな、これ。こっちが階段だったらちょっとあれだな。これなんか左が階段かと、勝手に思ってしまったんだが。お、ここに階段あったか。行っちゃうかじゃあ。多分名前ないでしょ。てんてん。恐ろしい曲だな。これもなんかあれなのかな、ドラゴンとか出てくるのかな、なんかアークドラゴンとかさ。まあ、ああいうのが出てくるんだったら、まあ、結構やばいけどね。ネドラモンスター起こしてまった？それは、俺じゃないよね。でも、罠がないってすることは、モンスターハウス？モンスターハウスこれ使えんのか？あ、むしろあれ？ちょっと使ってみる逆に。モンスターハウス。それでない、アイテムを手に入れるってこと？そういうあれなのかな。モンスターハウスにはアイテムがいっぱいあるみたいな、そういう感じか？よくわかんねえな。階段か。まあ、とりあえず、まあ、探索だろ。てんてんてんがめっちゃ面白い。やっぱ資料面白いわ。罠。まあ、でも罠はありだよな。むしろこれ重要でしょ。今作におけるとても重要なのだから。ガンガン来るじゃないですか。てててんてん、音切り。音切りいいね。でも、多分これ、多分途中からしんどくなってくると思うんだよな、予想としては。罠本当に有効活用しないと多分どうしようもできないみたいな。そういう状況になりそうな気がするんだよな。てか、おにぎりとかなくね？まあ、とりあえずやってみるか、じゃあ、モンスターハウス。まあ、いろいろ、最初はあれだな、まあ、実験しながら。まあ、実験しつつやっていくって感じで、まあいいんじゃないの？なんだ、まあ、使い捨て、持っとくか、じゃあ。恐ろしいから。まあ、使い捨てやって、じゃあ、モンスターハウス行って。あ、ここでそうなんの？ははは。ここでそうなるのか。これめっちゃあれじゃねえかよ。てか、あれだな、やっといてよかった。どうするこれ。まあ、とりあえず、まあ、あそこ行ってもいいし。
考えてね。唱えてくれるんだったら、あ、これ使い捨ててよかったわ。ガンガンガラギョン。だったらもう逃げてもいいんじゃねえもん。逃げるか。逃げるか、まあ。一旦引っか。あ、でもあれだな。クロスバーになった、マジか。まあ、それか。あ、でも相手がいっぱいあるんだな。そう、状況見て話すか、じゃあ。子供戦車、そちらまずくねえか、つまで。状況的に、まあ、元切り。音入れ1個あるからもいけなくはなさそうな気がするけどな。ただ子供戦士はちょっと危ないかもしれないね。あーマジか。まあまあいいや、最初だからいっかな。最初だからな、とりあえずな。でもきついかこれ。まあ多分無理だな。やめとこう。でもどっちにしても多分無理だと思う。多分死んだべ。さっきの場合は。もう今日食らっちゃったね。まあじゃあもうここはもう使い捨てを。あ、目切りにか。あ、でも目切りがあれか。うわ、今操作ミスったわ。なんかミスるな。なんかコントローラーなのか調子が悪いのかなんかよくあんねんけど。あ、もうあなた来んの。強えな。割と強いよね。これで来られたらちょっとまずいぞ。これいけんの？あ、いけないか。アイアンヘッド強えな。一回フッていって意味なかったか。じゃあまあ。オッケー。明かり。じゃあもうこれだな。アイアンヘッドやばいね。梅の杖。若干久しぶりなんだよな、試練は。とりあえずまあ、地雷の甘い。おお、いいんじゃないの？壺がねえな。てか、鬼入り系ないと結構、やばいんだが。ちょっと使ってみるか。あ、これぶっ飛ばしたね。ぶっ飛ばしゃ。ブッシャーな。ブッシャー。試練面白いよな。これ、癖なんだよな。お。まずブッシャーで、また新しいの来たな。はぁ。探索でもすべきだよね。そう、一気に行くべきなのか、これって。一気に行く、あれなの。そういうダンジョンなのかな。よくわかんねえよな。あ、ちょっと遠いな。遠いからいいや。あ、もう骸骨も出てくんだ。早いな。おい。あ、場所替えね。あ、これは、行くべき。あ、弱いな。殴り強くねえな、なんかあんまり。なんかそんなに強い感じはしないわ。場所。またモンスターハウス。モンスターハウスでやるってことなの？誰？何を？どうやってる？何起きてる一体？当選竜か。当選竜いるんだ。あ、やばやばやば。え、ちょっと危ないぞ、これ。特に封印された。なんかやってるね。なんか争ってんな。あ、そうか、モンスター、だからモンスターってあれか。じゃ、序盤で使うべきなのか。何が起こってる一体？なんかめっちゃなんか暴れてんな。ちょっと怖いんだけど。俺ちょっと階段発揮したらもう脱いでいいか。いや、なんかもうやめてくんね、なんか。ええなんで？え、なんか、え、何が起こってる？あ、やば。あ、これなんかいるパターンじゃねえか？もしや。おぉ、焦らせんねん。お前かと、その噂のチェーンヘッドだったじゃねえか。怖普通に怖なんか困った時とかないのかな？え、モンスターズこれどうやって有効活用すればいいの？なんかあれかな、やっぱなんか、こういうところなんか、なんか行き止まりの通路みたいな。確実に勝てるなんか勝算があるんだったらまあ。ピータン。私のピータン。いいね。いや、僕のピータンか。お、やってるな。いや、だったらなんかやってもらいたいけどな。骸骨マジになった。え、これなんかやってもらうべきか。いや、やってもらうべきじゃねえだったら。骸骨マジ一応やってもらおうぜ。え、ただそれレベル上がるんじゃって。70ポイント経験値なんかやってんの、え、わけのほうでやってんもんな。しかも俺そっち方面に行ってるってことだよね。多分その。なんでお前がそこにいんだよ。どうしようかな、これ。お前じゃないよな。何だったんだ？いや、めっちゃレベル上がったけど、これ何のあれなの一体。謎めいてんな。あっちが気になるけど、もう一回と行っちゃうか、じゃあ。もう何もないんであれば行くぞ。あ、またやってる、またやってる、またやってる。握り変化。あ、握り変化か。あ、そうか、握り変化でやってもらってあれかな。
うーん、まあ行ってもいいし、まあ何回出るのか把握してもいいんだろう。まあ行っか、じゃあ。行く？あいつに倒してもらう、それとも。ここの敵なんか行けそうじゃねえかも、なんだったら。あ、行けそうだな。やるか、じゃあ。どうする？どこで使うべき？こういう通路？こういうとこ？行き止まりがいいよな。どういうところがいいんだろう。囲まれんじゃん。こういうとこもちょっと危ないじゃん。って考えたら、ちょっと場所選ばないとあれだな。なんかいいの、いいとこあればいいんだけどな。ここでやってみっか、じゃあ。まあ、やばくな、場所替えもちょっと、まあ、きついっちゃきつい。でもまあ、いける？まずい、これ。あ、そうなるの？そうなるんだ。あ、それはまずくねえか。それはまずいな。じゃあ、これどうなってる？上か。あ、場所替えだな、とりあえずな。場所替え。ガンガン来るじゃないですか。これ一発はいけるべ。どうする？まあ上かな。で、お、あ、これでまあ。あ、これでいけそうじゃね？よし。よーし、オッケー。いけるな。骸骨マナーの怖いわ。特に封印さ、あ、特に封印されるんだ、あれ。敵のあれは。なるほど。あ、ちょっとこいつ怖いな。あいつ怖いわ。あ、でもここにギターンがあるから、もしなんかあの、変身するんであれば、まあ別に構わんけどな。いいよ、じゃあ。何、来んの？え？あ、狂った。お、結構強い。割と強い。いや、これ実に強いじゃん。殴り合ったら。なるほど、こうやってやればいいのか。あ、そういうのになるんだね。恐ろしいな、なかなかそれはそれでな。使い捨て、大の、あ、使い捨てで行くってこと？大部屋。あと、おにぎりだ。なるほど。まあ、使い捨ていらねえな。使い捨ていらない。おにぎりは、じゃあ食っとくか。おにぎり食いの、また、罠上がり。あー、なるほど。まあ、これ多分、こういうの使っていくんだろうな。多分、一気にバーってな。なかなかそれ恐ろしいな。お。あ、やりやがったな。回復させたいんだが、ちょっとなんか、減りが、なんか遅い気がするな。お？刀が、まあいらねえだろ。罠来たか？まあこいつは切るでしょ。さっきなんか謎にレベル上がったからな。どうしようかな。まあとりあえず普通に行くか、じゃあ。まあ地雷、地雷もいけるじゃん。で、おにぎり、多分あいつあれだな。やったでもいいな。予想としては。いや、別にいけんじゃん。え、いけるでしょ。どこで食らう？かわすね。17。うん。危なかったね。まあ減らされたのは結構でかいけど。なったらまあここでおにぎりやっといてもいいだろうし。ああ、そうか、ここ、あ、ここでも、ここもしかして、ここがあれかな？ここがあれか、レベル上げる場所かも、もしかして。あ、識別されてんだ。あ、音切り欲しいな。じゃあ音切りもらっとくわ。音切りの、あ、じゃあ全部もらっとくか、じゃあ。毒消しいる？あ、もちろんあれなんだ。来てますね。ちょっと待って、回復したい。じゃあ、刀いらない。ジラナは1個やらねえべ。おい、おい。まあ、これでいっか、じゃあ。よし。で、ぶっ飛ばすと。これ、まあ、アイテム雑草に変えられてる可能性があるな。なので、探索してもそこまで実は意味がないんじゃないかっていう。まあ、そこまで意味はなさないという可能性はあるな。まあ、壺がなさそうだね。あ、またなんかやってる。何事だ一体。あ、やってるね。特に封鎖、あ、ダメだぜ、あいつは。どうするかな、じゃあ。まあ、一発で倒せるんだったら。あ、じゃあ、こいつもあれか。そうすると困るな。あ、特に封鎖されるから、もう乗り移りができないんだ。じゃあ、多分こいつも来るだろう。襲ってくるよね、絶対ね。あれ？あ、そのまま死んだからってこと？そういうこと？その可能性はあるな。
いや、ちょっとこれ多分。あ、ピータン。私のピータン。どうだ。よし。まあ、こいつをぶちのめして。ちょっと待って。来る。よし、OK。逃げるかな。逃げたね。逃げちったか。そりゃ厄介だな。でも大きいおにぎり、まあ、経験値ももらえるし。まあ、やる価値はあるでしょう。でも、ここでまあ、薬草やっとくか。じゃ薬草やって、まあ、こんなところか。ちょっと探すわ。一回分全然 OK でしょ。まあ、こいつもいけるだろうし。あ、こいつ、いいな、識別な。まあ、識別、え？誰？何今の？なんだ？いや、頑固やつか、なんかあそこら辺なんか音聞こえたけどな。そうか、モンスターは重要だな。あ、いた。これどうしようかな。お、まだ足りんか。特に封印されたのがいろいろやってるね。いや、マジ試練面白いわ。これ何なのかな、なんか。特に封印されたのが逃げれなくなったってこと？お、あ、そういうこと。あ、逃げれなくなるんだ。面白いな。え、どうしよう。なんか、多分な、これレベル上げた方がいいんじゃないかなって思うんだよな。まあいいや、ちょっと行ってから判断するわ。なんかそんな感じではある。おい。怖っ。しかもガンガンあれだな。そうか、減らされんのか。まあ一応手に入れたからいいけどさ。どうしよう、これいる？じゃあまあとりあえずまあ、まあ、物資やっとくか、じゃあ。あ、ミスった。あ、外国ゾーンとか問題ねえわ。じゃあ使うわ。まあ増やせばいいだろ。そしたらもうこういうやつらも簡単に倒せっからな。なったらもうここで、あ、敵呼んでってこともできるじゃん。あ、なるほど。なんかめっちゃ動き遅いんだけど。あ、そうか、敵を呼ぶということもできるんだな。それを使ったレベル上げ方法みたいな。まあそういうのもできそうだね。ん？これなんだ。使い捨てか。まあ使い捨てあった方がいいよな。ドッケシはもう、ドッケシもいらないか。それなんだったら。毒とか食らってねえもんな。じゃあ今、飲んどくわ、じゃあ。多分使い捨てはこれ重要だと思う。てか使い捨て結構重要でしょ。防御力的にできて考えたら。めっちゃいるじゃないですか。ガンガンいるじゃないですか。まあそれでまあダメージあれだな。まあ軽減されるだろうから。すごいことなってんな。おい。お。あ。え？逃げよう。まあその、あ、そっか、落とし穴でまあガンガン行くという手もあるんだよな。それも行けるわけじゃん。ちょっと待って。あそこしか行けなくね？こっちかどう。おい。平坦よりもまあ行けてるね。あっちあれなのか、これ。ダメだな。めっちゃ音鳴るんだけど。これで行ってもいいしな。ちょっと怖いな、あそこ行くの。あれか？もういないか。まあこんだけやって、まあ。地雷縄張りあれかな。まあ多分必要になってきそうな感じなんだよな。棍棒か。めっちゃなんか音があれだな。止まるってのは嫌だな。こっち方面だろ？終わった。お前 OK だろ？あなた OK。多分上なんもないでしょ。なんもない。いろいろあるね。それ面白いな。てんてん。明かりとか必要かな？いや、多分後半だな、明かりとか。いきなりはひどくないかい。どうしよう、これ。あ、そういうことだな。あ、きつい。それはまずい。そいつはまずい。一回、じゃあ、使い捨てか、これ。使い捨てだな。音切れがあるから、まあいいとして。よし、来い。おめえか。あれ？さっきのやつは？どういった？見切りちょっときついか。見切りもちょっとまあ使い分けだな、これ完全にな。まあ使い分けという感じで言ってもやばかったらまあ。あ、死の使いね。死の使いなら OK。あれ誰だ？あんま手出すのがいいんだよな。余計なことやって。ウドゥバか。ウドゥバだったらいいや。8階でこの感じだもんな。割となんかまあ、敵は、
8階か。まだ始まったばっかりだもんな、言ってもな。まあ、言うて始まったばっかりだからな。なんか防具がなんかあれだね。あ、結構、やっとなんかまともな、あれが来たか。あ、またやってる。これがわかんねえんだよな。この謎の現象。そしてやっぱおにぎりがないっていうあれなんだよな。そこにちょっと問題がある。だからもう、行った方がいいか。行こう。もうこれはいいだろ。おそらくこれは行った方がいいやつ。てってってって。ノロージョか。あ、ノロージョ一発でいける？どうなんだろうな。そのうちだってミノタラスが来るってことでしょ。これ混乱してんのかな。やべ。一年一回、一年一回だったらいいや。それともなんか速攻で行った方がいいのか。そう、セラーマ強えな。やば。一回じゃ逃げる。まあ、こういう、まあ、回避の仕方もあると思ったな。でも、ここで火炎入出てくるんだ。早えな。うわ、これめんどくせえな。倒すわ。いける？オッケー。どうする？まあ、ギターもそんな、まあ、積極的に、まあ、まあ、拾ったらいい、拾ったらいいだろうけど、これどうすっかな。じゃあ、まあまあ、ちょっと怖いね。しかも結構こうやばいところだったな。見切りでよかった。ああ、もうお腹空いてきた。やばい、早いな。まだじゃああれかやっとくか。あ、威嚇書。だからな、足元のやつなんか使えるの結構でかいな。かなりでかいわ。鳥猫はこれができなかったからな。行くかじゃあ。これ便利だよね。これ多分ガンガン1個だできんじゃないの。でもある程度レベルを上げつつ、ちょっときついか。あそこでしょ。まあ、いけるっちゃいけるだろうけどな。お。まあいいや。呪いか。呪いちょっと微妙だな。使い捨てが できなくなったという、ちょっとそれが、それは厄介なんじゃないの？来ねえな。よし。見切りで、見切りも結構運だからな。運要素っつうのはどうかと思うが。ゲージずっと危ねえな。ただでも今後だってあれの、ああ、ありがとう。これ呪われてんだよね。あの見切りは。え、これ呪われてんの？あ、呪われちまったのか。どうしようかな、じゃあ。使い捨てでいくか、じゃあ。見切りもしかしたら拾えるかもしんないもんな。いや、やっぱこれおにぎりあれだわ。多分5個ぐらい必要だわ。予想としては。地雷の方はいいだ。まあいいや、とりあえず持っとくか。あったー。威嚇書飲むか、じゃあ。威嚇書飲みの。あれ、これ逃げれんじゃん。あ、持ってなかったね。飲むわ。じゃあこれ逃げるか、じゃあ。ごめんね。まあ、生きてるそういうこともあるよ。じゃあ、もう見切りいらないべ。見切りやんな。次は、骸骨窓微妙だな。これ何？場所替えか。場所がこれはちょっとわかんないんだよね。行くわ、じゃあ。ごめんね。てってって、てってって。もうちょい探索したかったけどな。もうちょいな。さあ。11階か。あれ何階だったっけ？あのなんかじいさん見つけたの。あ、おにぎりあんじゃん。おにぎりなんか割と普通にあるな。どうしよう。まあ罠かな。罠からの？まだやってるね。今なんかある？いや、もう結構あるね。クリスすればいけそうな感じするんだよな。でも絶対後半もっとあれだろ。もっとトリッキーなんだろうな、もっとな。もっと厄介なあれになるときっと。とりあえずやっとくか。割と結構ダメージ与えてんな。もう使い捨てあるのでかくねえか。お。でも一応強くなっておかないとな、ある程度。これはこうだろ。お、いったね。セルはまあ一撃で倒せる割合はまあ、
90% ぐらいか。まあそこでまあ頑張ってもらおうじゃ。なんかよくあるのやってるから。仲間がいるからね。俺の仲間に頑張ってもらおう。音切れそうかじゃん。食っちゃうか、これは。なんか上げとくのは重要だろ。これどうなんだろうね。難易度的にはそんなに高くねえのかな、もしかしたら。いや、わからん。まだわからん。それはまだわからん。こういうさ、なんかさ、もうさ、スーパーゲイズ。逃げピーター。どっ、は？おう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 。なんかいろんなわけなかんねことが起こってくるさ。ちょっとギター割りか。まあでもここにも罠があるから。じゃあそれでこれ知りたい。場所替えね。コンボいらねえな。全然いらねえじゃん。しかもあれか、誰だ。ピータン。私のピータン。さよならピータン。どうしようかな。また戦うかじゃあ。あいつがいんのマジで。はあ、きついね。吹き飛ばしでまずってやる手はあるな。あれ？じゃあどうする？これちょっと難しくないか？右のやつでまあギターで、これいくら？ 50、51か。で、さらに、まあ、使い捨てでこれどのぐらいいけるかって話だな。いや、無理じゃね？無理じゃね？そう、場所的に無理だよな。いや、無理だな。そうか、まあ、それだったら、まあ、骸骨窓を吹き飛ばしで、まあ、やっとくのは、まあ、全然あるやと思うけどね。意外とそれしか食らえないのか。ろくな罠がなかったな。囲まれる？これ。一回これぶっ飛ばしゃーで。骸骨窓。動き止まるんであればな。ガンガン流るんだけど。あ、これあれか？あれだ、めっちゃ食らってね。おっと、よっと、助かった。あいつか。お前、骸骨窓だろ？止まってるね。まあ、これぶっ飛ばしといて、あ、なんか戦ってるやつ、あ、ちょっと、ここでレベル上げろ、ちょっと。もうやるしかないだろ。やばい。やっちまった。やらかしてもうた。吹き飛ばし、あいつはいけるべ。あ、さよなら。切り捨てにとかいいんだ、逃げる。お、よし、いいぞ。あれは誰だ。とりあえずまあちょっと待つか。ちょっとまあ成り行きを見守っていくわ。あれ誰なの。あ、吸引中か。スーパーゲージやった。お相手選手なんかいるね、いるよね。セラーはあげるでしょ。ちょ、なるべく、ちょ、あれだな。見守るわ。まあ、これでやってくれる可能性はある。で、これで一気にレベル上がるんだったら、相当あれだろう。ラッキーだろう。ピータン。私のピータン。あそこで頑張ってるね。俺さ、無理する人ねえからな。あれの動き方はなんかあれっぽくねえか。どうでやれってんの。ピータンなんか落とせなかったよね。来てるな。お前か。お前だったらいいや。おい。ここさ、こうやってレベル上げするのか、ここは。多分そういうダンジョンだな。まあ、あれかも、いないか。これ何なんだ、一体。なんかぶっ飛ばされてるよね、何回もね。あ、そういうあれ？もしや、そういう罠。何回もぶっ飛ばされてんな。あれ気になるわ。え、俺行っていい？行かんほうがいい？あいつか。うわ、あいつか。あいつはきついな、ちょっとな。あれきついわ。やった。めちゃくちゃいいダンジョンじゃねえか、ここは。大きいものより、あったあったあった、すごい。これ必要でしょ。縄張りいらなくねえかも。いや、大部屋かな、大部屋。大部屋いらない。おにぎり食べる。おとぎりも食うか。おとぎり食うわ。お払い。あ、お払いでまああれやってもよかったのか。なるほど。そうか、お払いあるんだ。もういらねえのじゃ。誰？もうでもいないべ。やばいやつは。いないよね。これ何？あ、大きいおにぎり。あ、これ、ありがたいな。これ取っといた方がいいべ。罠か、罠明かり。
大部屋かな、じゃあ。てれてててて。もう変なやついねえよな。全滅させたべ。そう、そういう素晴らしいあるの。これなんだっけ、これ鉄鋼か。じゃあ行っちゃってもいいか。あ、何があったっけ、部屋か。これと。おいおい。場所がもしかしたら何かしらなんかありそうな気もするから、まあ、骸骨までいらねえなんじゃ。骸骨窓いらない。場所がまあ、やばくなったら使うでしょ。まあ、このどっかじゃ。あいつか。どうすっかね、やるか。お、まあ、一発でいけたね。あいつもなんか鈍足じゃなかった気がすんな。鈍足じゃないよね。鉄鋼はもういらん。お前か。まあじゃあ普通に。あ、そうなっちゃうか。じゃあまああれだな。一回まあ入って。今で倒せんだ。あ、じゃあここら辺からあれかな、じゃあ。あれが来る可能性があるな。あの、あいつよ。あの、カマキリとか多分そこら辺の敵が出てくるんじゃないのっていう。骸骨魔人か、どうしようかな。まあいけるか。19。もう多分レベル上がんないと思うんだよね。レベル自体上がんないと思うから、まあ。あ、ぶっ壊しやがった。てててて。ピータン。私のピータン。大きいおねり食っちゃおうか。あ、巨大でいっか、じゃあ。巨大食って。よし。あ、そういうやらだったか。バトルカウンターか。いらねえな。おにぎりは重要でしょ。めっちゃ余裕じゃん。やっぱ使い捨てが強いんだな。場所替えか。まあいいか。とりあえずいっか。必要？吹き飛ばし明かり。あ、これ場所。オッケー。一発でいけないか。あ、ちょっと危なかったね。一発で無理だったか。ここなんもなし、なんもなし。ぶっ飛ばし。ん？これいける？いけない。いっちゃうか、じゃあ。階段がなんか、あるのがあれだな。とても素晴らしいの、ここは。てんててん。13階。こいつもいけるでしょ。やっぱあれか。2階か。罠。じゃあ罠読んどくわ。ちょい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 。まだやってるね。またやってるから、まあ、じゃあ任せるか。なんか、じゃあ、また一つ目のあれみたいなのが出てきてくれればいいんだけどな。何あるあるあるか。まあそうもいかねえと。まああったらここでまあ呼んでみたいな。呼んでずっともう永久的にレベル上げするっていう。まあそういうこともできるわけだよな。だからこのなんかそうなると通路にこれがあればいいんだよな。そしたらめっちゃあれじゃないもん。楽になるってことでしょ。でやばくなったら地雷でドカーンみたいな。あれも将軍来るんだ。将軍でまあ誰かしらまあレベル上げしてもらっていくっていうこともできるわけだな。やってもらってもいいし、まあ、おにぎり。それはまずいんじゃないかな。ちょっと、敵悪くねえか、ちょっと。あっちの上にいるってことだよね。ちょっと先に倒しとくか、じゃあ。やべ。まあ、14か。まあ、14だったら、まあ、いいかもしれんな。いるだろ、仲間が。いない。いねえな。で、ここにいるでしょ。そしたら、オドロを倒してくれる可能性があるんだよな。14でいくらぐらい ?16 か。じゃあまあ、ここで待機して、敵を倒してくれるの待ってみたいな。ダメか。やめた方がいいか。そういうわけでもいかないと。どれぐらいす？まあ、敵の中全員をまだ把握してねえな。いたね。まあ、将軍はまあ、そんな強くねえんだよな。まあ、ここにまあ、逃げようって逃げれんだよね。おにぎり食うか、じゃあ。おにぎり食って、どうしようかな。あいつ追っかけてってもいいし。あ、ダメか。あのままで。ミスったか。ほら、やっちまったな。いけると思ったが、ダメだった。やっぱちゃんとやっぱ外すべきだな。
オドロがいないね。まあ、刀ぐらいだったらまあどうにかなるでしょう。レベルアップすればまあ、殴りも上がるからまあ、問題はないとして。落ち着いた？落ち着いてねえな。なんか争ってんだよな。争ってるとか、まあ、争ってはいないだろうけど。てっ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 て。お、ずらしか。ずらしもいらんな、もう。あ、さよなら。相手戻してくれるんだ。あ、そうやってのは敵がいなくなるの結構あれだな。嬉しいな。お前はまあ、これで、確認戦倒する。これ刀か？刀とお友達か、俺は。てってってって。ロックマイクス来たな。ロックマイクスは結構なんかいいあれが来るのが割合が多い気がするからな。あー、じゃあ探索して食うわ、じゃああれを。てれてん。お、あ、やっぱ壺ないね。壺はねえな、やっぱな。まあ、そんな都合のいいあれではないっていう感じか。てれててん。ちょっと待てよ。おい。めっちゃ外すやんけ。てん。お。思いのほかちょっとダメージ食らってんねや。これはウドバか？やっぱウドバだったな。てって、大きいおにぎりか。どうすっかな。罠食って、ちょっと欲しいよな。地雷縄でなんか今んとこ使ってないんだよね。地雷縄でも公安使うのかな。あれ？あ、ここにあったんだ。まあ、一回ちょっと探索して、あ、ちょっと敵に強くなってきたな。まあ、5だから丸か。じゃあこれいらねえか。これいらねえな。これいらないんだ。これで、第2の。行きましょうか。こう、来ちゃうもんな。あ、プラス3なんだ。外す。おい。確かになんかダメージの方がなんか多くなってきたっていうの感じだったからね。てで、さっきの巨大おにぎりいっか、じゃあ。まあ、それでもこれずっとやっていけばあれだな。腹減りはまあ、問題なくなるでしょう。うん、どうする？探索はしてんだよな。探索自体してるからな。113か、じゃあ、ここの回数でちょっとやるか、じゃあ。やるわ。ちょっと稼いどいて。じゃあ、ちょっとやっててよ。適当に。くねくねはに、おいしいぞ。めっちゃいろいろやってんな。そう、これ待つぞ、俺。こっちで待つか。あいつらも危険を回避できるように。で、これ一気に来る可能性があるから。それぶっ飛ばしてもらって。めっちゃやってるね。あ、そうだ。何が起こってんだろうね。で、おにぎりなくなったら、あそこのやつ食って次のとこ行くわと。なんかこれ、永久的には稼げそうな感じがするんだけど。てれってれ、ドレムラス。最強じゃねえか、これ。てん。あのじいさんどこにいるんだろうな。83か、全然減らないね。ちょっと待って、後半やっぱきつくなってくるのかな。まあ、そもそも何回まであるのかっていうか、それがわかんないけど。アイテム落ちた、もしかして。おお、危ね。来やがったか。おい。もうあれかな。もう、そろそろ潮時か。まあ、潮時だったら別にそれでもいいし。誰か乗り来てくれればいいけどな。そう、誰がいるの一体。またお前じゃん。まあ、ずっとなんかあれだな。もうあの人はずっとぐるぐる回ってんのか、もしや。謎だわ。今日は謎だな。てー。いや、まあ、絶対そうだよな。しょうがねえな。行くか、じゃあ。行くわ。ちょっともったいないが、まあ。巨大おにぎりだろ？巨大おにぎり160いっぱいあるね。じゃあ、まあ、とりあえずこれでいっか、じゃあ。